エスプレキッチンヒーローマキです。やっほー、みんないつも来てくれてありがとう。え、みんなどうしたの？みんないつもみたいにコメントお願いします。こまき、やっほやっほー。え、声優変わった。え、何のこと？え、マキちゃんといえばこの声じゃない？え、どうし、なんかみんなちょっとだけ困惑してるけど可愛いでしょ。え、そう、新モデルになったからちょっと変な感じする。え、そう、いつもとさちょっとだけモデルが違う感じ。え、可愛いでしょ、このね、ニコってした時の感じが気に入ってるの。恋にびっくりした。何の話？え、誰？え、ひどい、マキだよ、ヒーローマキだよ。え、みんな、え、カフェオレさんたち僕のこと忘れちゃったの？ほら、いつもさ、ファンネームカフェオレさんで、あの、ヒーローマキのコーヒーと、みんなの愛のミルクを混ぜ合わせてカフェオレ、あの、いつも最後に言ってるじゃん。新人のあのダジャレが出るまで、なん、いや、え、いつも布団が吹っ飛んだの話かな。いつもしてるよね、その話。いつものダジャレのキレがない。え、そんなことないよ。もういつも通り往復ジェット大爆笑ダジャレコーナーなんだが、いやマジね、やっぱね、ヒーローマキの雑談配信ね、可愛くてね、もう押せるよね。もうこのね、ふわふわした顔と声が特徴のハイカーブエリベキキュートキュートベチューバーだから。遅れちゃった。あれ、なんで配信始まってんの？ちょっと待って、え、新モデル勝手に動いてる？何この配信画面。え、誰？え、お前こそ誰？え、ヒーローマキだけど。え、いや、僕がヒーローマキですけど。ちょっとわかんない。なんで新モデルが違うのって勝手に配信してるんだ。ちょっと話し合いしましょう。今日、あの、新モデルのお披露目配信しようと思ってたんですけど。え、なんで勝手に新モデル動いてるんですか？自我持って。いや、僕は僕として生まれ落ちた時から僕ですけど。え、いや、僕が作ったモデルですよ、それは。え、いや、ちょっとよくわかんないな、言ってるのか。ちょっとこのコメント見てくださいよ。もうコメントも荒れ放題で、記入欄すらもうスクロールしてこんなに流れちゃってるじゃないですか。コメントの流れを捏造せんでもらって。あ、もうめちゃくちゃ炎上しちゃってるじゃないですか。どうしてくれるんですか、この配信。いや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 、そもそもここは僕の配信枠だから。いや、僕がヒーローマキですよ。みんなもこの声聞いたことあるでしょ。 え、みんな僕がヒーローマキだよね。え、こっちがいいってさっきみんなコメントで言ってくれたもんね。え、そんなこと誰、ちょっとコメント遡るわ。てかそれで新モデル奪われてるから、僕も旧モデルで活動するしかなくなってるんですよ。ニセヒーローマキはもう新モデルでもう自我を持っちゃってるから。僕は生まれた時から僕なので。いや、マジでありえないわ。今現状としては新モデルの所有権で一悶着になってるんですよね。あ、ごめん、ボケるな。怖いよみんな、リスナーのみんな、なんか怖いよ。僕の味方だよね、みんなね。ここはね、ちょっとコメントでアンケート取って、どっちが本当のヒーローマキか選んでいただきましょう。じゃあちょっとアンケート取ってみますね。どっちが、みんな僕の味方だよね。強い。もうそっちでいいんじゃないかなって思えてきたんですけど、 A と B どっちが本当のヒーローマキか決めちゃいましょう。ここでどっちが本当のヒーローマキか、今後の活動がここで決まっちゃいますよ。皆さん大丈夫ですか、これ。え、いや、僕のことも応援してくださいよ。なんか急に来た本の巻さん、すごいたくさん喋ってて怖いね。いやー、ね、だってね、うん、ね、僕という人格が生まれた以上、その人格の人権を認めてもらわないと。あ、まあ確かに。でも申し訳ないんですけど、僕は4年間活動してきて積み重ねてきた重さがあるんですよ。それを今更譲ることはできない。でもその4年間の気持ちの重さがこう詰まった新モデルだからこそ、自分を思い喋っちゃってるのかもしれないから。確かに、それも僕を否定するというのは、それはそれで4年間の重みの否定になるのかもしれないんじゃないかな。いや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 、オリジナルは僕ですからね。二次創作ですから。はい、なんか言ってる。他に言うことあるんじゃないですか。まあアピールポイントを一つ与えましょう。ちょっと僕とは何の関係もない話なんですけど、いいですか？はい。この VTuber さん、あの、恋文みるりっていう、すごい可愛い VTuber さんがいるんですね。もしよかったら、恋文みるりさんのチャンネルも見てくれたら嬉しいなって思います。昔のヒーローマキさんも見に来てくださって。昔のヒーロー、今、ここにいるから、昔じゃないから。今のヒ
ヒーロー負けは僕なんであれなんだけど、じゃあ僕こっちになっていいですか？それは困ります、それは困る。あ、じゃあちょっと頭変えるんで今から。困る。え、なんで全然関係ないじゃないですか。いやいや、でも関係ない、いや推しなんですよ、僕の推しなんで困りますね。まあそれとはちょっと関係ないんですけどね、今回は。そうです、アンケート結果見てみましょうか。これで勝敗が決まっちゃいます。かわわかわわ、アンケート終了します。やったー、勝ったー、みんなありがとう、僕信じてたよみんなのこと。やったー。ちょっと待って、これ一体どういうことになるんだ。え、僕はもうここで終わってしまうのか。よくわかんないけど今までありがとう。いや、やめて、違う、ちょっと待って、僕がどういう思いであなたを産んだのか、これが決定なんですけど、これが見てください、まあ、証拠です、僕がここの主だってある。だから続けてきた、まあ、同人活動ほぼやめちゃって、その時にリハビリがてら V モデルを描き、くらえ、そういう思いを抱えて新モデル作ってやっと今日お披露目しようと思ったのに、どうしてくれるんですか。え、でも僕は僕として生まれただけなのに。このままじゃラチがあかん。僕は僕なのに。合体だ。え、何、うわー、